ペコか。おかしくねペコか。何もしてねペコ。いいことしかしてねペコなのに。開けろペコ。開けろこのドア。開けろペコだぞ。ペコランドのお姫様ペコだぞ。開けろ開けろ。開けろ開けろ開けいつの間にか眠ってしまっていたペコだ。このままペコーラは一生牢屋の中で過ごさなきゃいけねえペコか。無実なのに何も悪いことしてねえペコなのに。あ、誰かしらから連絡来ててもおかしくはないペコだよね。だって捕まっちゃってるペコだから心配するはずペコだから。誰かからか連絡とかって来てないですか？あと面会とかって来てたり。あ、そうですか。わかりました。はい。本当に来てねペコか。誰かしらからは来てるペコなんじゃねえの？さすがにさ。来てない。はい。どうして誰からも連絡来てねえペコなの？どうして本当に来てないペコなのかな？ずっとこのまま一生冷たい牢屋。あそこにはなんか骸骨のウサギいるペコだし、ここでペコーラは一生過ごさなきゃいけないペコなのか。嫌だ嫌だ嫌ペコ嫌ペコ。お手紙とかって書かせてもらってもいいペコですか？あ、ありがとうございます。嘘です。ペコラはもともと心の優しいウサギさんペコです。必ずここから出て、ペコラをこんな目に遭わせた奴らをギッタギタのメッタメタにしてやろうと思います。こんちくしょう。from ペコラ。すみません。すみません。お手紙できたので、これ出してもらってもいいペコですか？はい。あ、内容確認。はい。大丈夫です。はい。あ、はい。え？ダメ？この内容じゃ、送れない？なんでペコか！いいだろ！この手紙内容何がおかしいペコなんだよ！嘘偽りない手紙ペコなのに、これも出しちゃいけないペコなのか！どういうことペコなんだよ！
気づかなかったペコなんだろう。もしかしたらペコーラが逮捕されたことってみんなまだ知らない？そりゃそれだったら連絡だって面会だって来ないわけペコだよね。これできっと牢屋からも出れるはずペコ。あ、やめてください。あ、ちょっと待て。あ、やめて。ちょっと待って、やめて。ちょっと、あ、やめてください。それ、あ、やめてください。自分で逃げます、自分で。あ、大丈夫です、大丈夫です。自分で行きますんで。あ、触らないでください。あ、大丈夫です、本当に。こんなことになるなんて、ペコラの清掃が脱がされた。クックック。それでは。あれ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 ま。ペコラはこんな捕まってるような格好になぜなってるペコなの？ドンちゃんはいないの？痛いペコ。でもそろそろ何？生足最高、生足最高とかじゃねえペコな。ペコーラは牢屋に入れられてるんだよ。ああ、ああ、ひどい、重たいよ。右足がペコーラもプルプル状態で、プルプル状態なんだから。ずっとそのままでいてください。ふざけ、とりあえずペコちゃんのこの囚人姿を見てもらおう、みんなに。こうか。みんな助けてペコ、ペコら捕まえちゃった、ペコだよ、助けてペコだよ。もうペコらも何もできない、もう何もやる気が起きない。誰も助けてくれないペコだから、もうずっとこのままなのかもしれない。助けて、助けて。人参も取られました、人参も。人参も取られたペコなの。でもね、ちょっと待ってて。もう気が変になっちゃったペコ。なんかペコちゃんあんまりこういう感じの表情しないペコだけど、なんかよくわかんなくなってきた。ずっともうここにいたらなんか頭おかしくなってきて、もう何が何でもわかんなくなってきちゃったペコなんだけど、どうしよう。もうペコちゃん病んじゃった。もうペコちゃん病みすぎちゃって、もう目がおかしくなっちゃうペコなんですけど。まあこういうこともあるペコだよね。なんかもう疲れちゃったペコ、ペコーラ。もうダメだペコーラ。ちょっとさ、あのどうすればこっから出れるかちょっと聞いてもいい？
こっから出れますか？え？今までの行いでいいことを聞いてこい。無理です。え？嘘でしょ。ホロメンから逆突していいことを聞け。え？ペコーラが今までで配信内でってことですか？え？どういうこと？いいことを集めれば釈放されます。え？本当です？あ、なるほど。ちょっと待って来た来た来た。今話せますか？いや、みんないい話が集まったら釈放だかんね。話せる。 OK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 。 それじゃあちょっと電話かけてみるペコだ。ちょっと嬉しいな。ちょっとマジか。来た。よし。それでは一人目からちょっといい話だからね。じゃあ電話かけます。レレ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 。あ、もしもし。いやー、なんかペコラッチョのさ、その姿見てお酒うめえわ。いやーマジで。いや、まあそれはちょっとどうかと思う。ちょっと待って、ノエル。だってさ、今ね、ペコーラ、あの監獄の人にね、お前を釈放するにはホロメンからいいことを、いい話、お前のいい話を出させろみたいな感じで言われて、ちょっと持ってるよね、そりゃノエちゃんはね。いやいい話だよ、ペコちゃんの。ペコちゃんのいい話だよ、あんた。あるでしょ。え、でもなってさ、ほらペコ前にさ、そうペコラッチョのいいことを言ったらさ、なんか営業妨害って言われてさ。いいの、今はね。二度と言うの。違う、バカタイガ。お前今はさあのね、シャバに出れるかどうか。ペコちゃんが一生牢屋でさ、あんたは配信すること一人だけさ、3期生コラボもしするときにペコラが牢屋だったらどう思う？いや、でもなんか正直このなんか新しい姿見れて団長めちゃくちゃ嬉しいんだけど。いや、いいことしゃべれペコだよ、ペコーラの。そうだね。ちょっとやっぱ3期生みんなでね、集まるときにやっぱ一人だけ来れないとか嫌だから。いや、ペコ、ね、そうでしょ。頼むよ、みんなに大きい声で言ってあげて。ペコラッチョは、うん、笑うの。いや、もう前にね、そう、お泊まりしに来てくれたときに、そのなんかウサギ柄のさ、ポーチ買ってて、なんか結構他にもウサギグッズあったんだけど、それ、え、ウサギ好きなのって言った。やっぱウサギだからウサギ好きなのって言った。いや、これのウサギさんがくれたやつだから、やっぱすごく嬉しくてみたいな言ってて、あ、この子はあのウサギ思いのいい子なんだなって。普段はね、あんたたちとかバカタレとか言ってんのに。だからね、なんかこれも間違いだと思うな。そうだよね、ナイちゃんね。うん、そう、間違いだと思うから。まあでも他のホロメンがペコラッチョのそういうところをし、だからね、みんな見てからね、みんなペコラッチョが投獄されて不安、心配だから。あ、やっぱ心配してくれてる。心配してくれてるから、もうどんどん続いていくと思う。頑張れ。じゃあちょっとまた違う人にチャットしてみるね。もし誰も返事来なかったら、またあんたにちょっとかけるから頼むよ。2個目なんだよ。もし良い人でね。ありがとうね。うん、ありがとう。頑張ってね。うん。いいやつペコなんだ。ノエちゃんからまず一ついただきましたじゃん。で、ノエちゃんのここにの一個、ノエちゃんのちょっとここに押して、あ、よし、1個目ゲット。1個目。そう、ペコちゃんはね、いただいたものとかはね、よくね、あれペコなんですよ。使えてるペコなん、そこら辺がね、まあ良いと言われるペコなのかな。あ、なんかあれだな、ノエちゃんのさ、あれのおかげで、もしや、ちょ待って、少し牢屋が薄くなってる気がする。あ、いいね、これ完全にいい話。気づいた、あれが聞けたら全部取れるかもしれんね、ペコナ。よし、続いて誰にしようかな。持ってそうな人持ってそうな人にちょっとチャット送ってみるか。コンペコ今いますか？ちょっと次の方にちょっと送ってみるわ。ちょっとどうかをね。いるかな？いや、いないかな。あ、いるか。来た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 来
でで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 あ、その声はこんばんは、ボタンちゃん。捕まっちゃった。なんかチャット来た瞬間、え、いいとこ、え、いいとこってめっちゃ、ね、ちょっと待って、チャット来た瞬間、いいとこ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 、なんか言わないといけないやつか。え、いや、いや、え、なんか、なんかってなりますか。ボタンちゃん、ペコーラたち結構、まあ、仲間も、まあ、数回ぐらいあ、コラボしてるよね。まあ、まあ、まあ、確かに、確かに。そういう時とかになんか、ほら、先輩としてのさ、なんか、あ、ここかっこよかったなとか、あ、ここ、うんうんうん、あ、いいところ、あ、いいなとか、まあ、好きなところでも全然いいペコだし、あ、まあ、いいところって言ったらあれペコだもんね、ちょっとね、うん、まあ、そういえば、あの、50対50のまあコラボした時ですよね。 あったペコだよね、あったペコだよね。なんか、あの、リスナーを、なんか、リスナーを巻き込んで、どんどん死んでいったスキーは覚えてます。え、ちょっと待って、それ、ボタンちゃん、ボタンちゃん、いいところ、はい、それでいいとこ、あ、でもまあペコラ先輩らしいと言えばらしかったのかな。あ、なるほどね、とは思いますね。え、それだっけ、それ、え、それ、あ、おい後輩よ、おい後輩よ、あ、すいません、すいません、先輩が牢屋から出れなくていいのかいと、嘘でもいいところを述べなさいということですよ。わかりました、まあ、いいところ、いいところですね。じゃあこれはもうガチでいいんですか、ガチでいいところでいいんですか。え、ガチの、ガチのいいところでいいんですか。何、え、ガチがあるペコなんですか。ある、ある、私の中でありますよ、あります、あります。はい、あ、お願いします、ペコです。お願いします。まあ、あの、まあ、基本的に、まあ、ペコは先輩に話しかけて、なんか、まあ、いろいろ喋ったりとかするときに、絶対になんか否定的なことは言わないんですよね。なんか、それはちょっと嫌だなとか、なんか、それはちょっと無理かな、みたいなことは、絶対にペコラ先輩は言わないんで、なんか、喋ってて、なんか、すごいそういうところは好きですね。あとって、うん、なんかあるんですか。釈放、釈放、その姿で釈放したらまた捕まりません。その辺は大丈夫なんですか。まあ、まあ、そこら辺はちょっとほら、まあ、うん、今日の日付ペコだしさ、いろいろ、まあ、ちょ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 って、そうかそうか、そう、まあ、つじつまは、うん、ちょ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 ってなりますね、うん、魔法で忘れろビームみたいな感じしとけばなんとかなるペコだから。なるほど、なんかあったらヘリの手配するんで。あ、センキューペコな、落ちないヘリで頼むペコだからね。よろしくペコな。ありがとうね、ボタンちゃん、センキューペコー。はい、またお願いします。またねー。はい。いやー、いい後輩持ったなー、マジで。めちゃめちゃいい後輩持ったペコだな、ペコーラ。ちょっとペコーラさ、なんか、いい人っぽいな。いい人っぽくない、ペコーラ、なかなか。いいよね。ちょっと待って、ペコーラちょっと一回さ、じゃあまたいい話してくれそうな人がいいペコだから。でもいるかな、ヤゴー行け。いやペコだよ。いやペコだよ。社長とさ、ど、気まずすぎないか。社長に捕まったんですね。はい、すみません。これやばくない、この、あ、捕まっちゃった。そっすか、もうやばい感じになっちゃうペコじゃん。うわ、いなそうかな。ちょっとコンペコです。今ちょっと通話いけたりしますか。いけるかな。あ、来た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 、優しい後輩来たわ。優しい後輩が、顔がやべえペコなんだけど。でで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 、あ、あ、わたみちゃん捕まっちゃってる先輩だ。なんかちゃんと話したのって初めてペコだよね。初めてだよね。チャットはあるけど、あ、そう、確かにチャットはあるペコだけど、あ、
そんなちょっと初めてのわたみちゃんに聞くのはどうなのかなと思うペコなんですけど今ちょっとペコーラ捕まっちゃってて、それでちょっと釈放されるにはちょっとホロメンかな、ペコーラのちょっといいところというか、まあ、好きなところとかのそういうところを集めろみたいな風にちょっと言われてまして、もしあればでいいのペコですから、まあ優しいわたみちゃんペコだからきっとあるのかなとは思うんですけど、ちら、うん、いっぱいありますけど本当に、うん、ね、今ちょっと声震えてましたペコですけど、うん、大丈夫いっぱいありますけど、うん、いやそうだよね、いっぱいあるペコだよね、そりゃ先輩ペコなんか、うん、あんなペコちゃんね、そうだ、まあ今日は4月1日なんだけど、いっぱいありますけどなんでも、うん、言います。お前食うぞ、ペコラだってな。あれだからな、同じ食われる身と思わないよ、お羊。分かってるペコだろうな。おいおい。ウサギも羊を食う時代になったってこと。うそだな。分からせなきゃいけねえペコか。いいこと言えペコで、早くペコラのお羊よ。おいおい、いいとこ言おうと思ったんだけどよ。おいおい、なんだよ、なにペコだよ。同じ非常食側としてよ。非常食側？先輩としていてくれることがよ、どれだけありがたいことか。わためちゃんペコラたちはさ、毎回そうなんだよ。肉食に食われちゃうペコだもんね。そうなんだよ。このいつも狙われるからさ、そうペコだよね。じゃあ2人はさ、ずっと仲良くさ、2人で身を守ってこうペコだよ、わためちゃん。頼む、さっきなんか食べるとかやってたけどさ。そんなの嘘に決まってるペコじゃん、わためちゃんもな、もう仲良くさ、うん、2人で身をさ固めて、ペコーラがやばいと思ったらちょっとわためちゃんを前にドンって押す可能性は高いかもしれないペコだけどさ、これからもちょっと非常食、なんか言った、前に出すって言った、言ってないよペコーラ、そんな悪いことしねえから。なよな。いやそう、いや今ね、わためちゃんのおかげでペコーラ、あ、また鉄格子が、お、薄くな、もう、タタラタタタタタタラタタ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 、わためちゃんのおかげで出れたペコなよ、勝ったな、ね、似てないって、もしそれがペコーラの笑い方ペコだったらマジで似てねえペコだから、うま、よし、キャンさん、ごさんは羊肉ペコだ、ありがとうペコだ、わたみちゃん、またね、正解ペコだ、よしよしよし、これで、あ、待って、もう一人、やばい、肉食系来ちゃったけど、てれれれれれてれれ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 れ、私ウサダペコーラ、な、うん、何も悪いことをしていないのに、ちょっと今牢屋に入れられておりまして、うん、ちょっとそのああアイコンが確か牢屋になってたね。そうペコなの、それでちょっとはい、いいことペコーラのいい行いをした話とかをホロメンから集めれば釈放できるということをちょっと今課せられておりまして、ミオ先輩とかなんか持ってないかなと思ってチャット送ったら、ちょっとまさかのタイムマシンに乗ってきた流れが全然わかんない人だけどいいかみたいな感じになっちゃったすみませんけど、なんかペコラのちょっとでもいい、嘘でもいいので、ちょっとこういう行いいいところあったねとか、ペコラこういうところあるよねみたいなところ、本当は嘘でもいいのでありますか。ちょっと待って、嘘でもいいの。あ、全然嘘でも大丈夫ペコなので、バレリスナーにはバレないペコなので、うん、全然大丈夫です、はい、なるほどね、はい、真偽は まあね真実かどうかは、そうペコです、闇の中ってことね、闇の中っていうことで、なんかありますペコですか、ミヤ先輩。あー、そうだなぁ、いますよね、うん、あれ、結構あれ悩まれてます。ああまあ、あれなんかあれパッと出て、いや、まあ、確かなんだけど、確
確かに。はい。はあ、うちが、なんかこう、クッション欲しいな、みたいな話してたときに。なんかすごいなんかすごいふわふわでモコモコのなんかウサギの毛みたいなやつのクッションお手製なんです、これよかったら使ってくださいペコーって言ってなんかもらったような気がするな。そういうことペコですよね。うん、すごい嬉しいなって思った。よかったらペコラプレゼントして本当に喜んでくれてましたか。あ、すごいね。めっちゃ嬉しかったんだけど。うんうんうん。めっちゃ嬉しかったんだけど。それ、それで誰が犠牲になったんだろうとか。あ、そこ、そういうことじゃないのかな。それ、ちょ、ミュウセミ、リアルバーじゃない。あ、それ、それダメなのですよ、それは。違う、あ、違う。これ捕まえてますから、ちょ、ミュウセミ。あ、そっかそっかそっか。あ、もらって嬉しかったということで。あ、そう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 だと。うん、そう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 。ありがとうございます。これね、ペコラメとロイヤから、あの、デレソーペコなので、あ、リスナーさんもね、ちょっと不思議な顔してますけど、ちょっとあの、なるほど。納得してくれたみたいペコなので、すいません。そうなんだ、よかったよかった。すいません急にチャット送ってしまって申し訳なかったペコですけど、ありがとうございました。ペコまたお話ししましょうペコ。頑張ってね。ありがとうございますペコ。バイバイ。はい、じゃあ失礼します。いい先輩ペコだな。いい先輩ペコだね。てなわけでペコアラは無事にね、みんなのおかげで釈放されたペコなので、このまま、このまま出ようと思います。無事ペコアラは無罪ということで、皆さんありがとうございました。